んな決定を下せるとは、あの小鳥も兄に負けていませんな。ビンエンド。よいしょ。でもアシゲちゃん、誰か忘れてない？この船に爆弾仕掛けたんだ。10分あげるから、開けてごらん。請求列車と性格ハンターは光と影、異なる道を行き絡み合い、一緒に進んで成長する。終わりが決まっていても、それは今じゃない。ちょっと順調すぎるので、カウントダウンを早めます。火に向かって飛ぶホタルのように、人生は短い。だからもし答えが出てるなら、絶対に悔いを残さないで。私たちにはその権利がある。でしょ。それぞれの目的を持ってここに来て、思わぬ方法でそれを実現した。その結末が甘美であれ、幻であれ、苦い現実的なものであれ、それは私たちが望んだ答え。人はなぜ眠ることを選ぶのか。私はね、君の言う通り、いずれ夢から覚めるためだと思う。ピノコニーに来たばかりの頃のことを覚えているか。あの時は私たちの旅がこんな形で交錯することになるとは、誰も、いや、旅の目的からして、この広大な銀河で私たちが再び交わることはおそらく難しいだろう。だが開拓の先には未知が広がっていて、私の刀は運命を断ち切れるほどに鋭い。お互いに旅に出た時の初心を持ち続けていれば、いつか再会できる日は来るはずだ。そういえば、まだちゃんと自己紹介もしていなかったな。簡単に言うと、私は虚無の呪いを受けた自滅者だ。私の故郷は遥か昔に大いなる災厄に見舞われ、世界そのものがその影の下で消滅した。自滅の結末に抗うため、私は旅に出て虚無を断ち切る方法を探していたんだ。そして長い探索の末、私の探し求める場所は現実と虚無を隔てるブラックネットの奥深くにあると確信した。そこには第九機関という秘密が隠されている。いつの日か私はきっとそこにたどり着くだろう。ああ、そういえば失礼を詫びなければならないな。初めて会った時のことを覚えているか。あの時、あなたは古い友人を彷彿とさせると言っただろう。自滅の呪いのせいで、私の記憶は断片的に剥がれ落ち、過去がぼやけているんだ。だが、
しばらく一緒に歩んだことで確信できた。あの時のぼんやりとした感覚はただの錯覚で、私たちそうだな、私がどんな人間かよりも私たちが共に何をしたかの方が重要だ。今回の物語を胸に刻んでおこう。私たちにはそれぞれ歩むべき道がある。旅立とう。次に会う時は空が晴れているといいな。ああ、そういえば失礼を詫びなければならないな。初めて会った時のことを覚えているか。自滅の呪いのせいで私の記憶は断片的に剥がれ落ち、過去がぼやけているんだ。だがしばらく一緒に歩んだことで確信できた。それはどういう意味だ？あなたが私の過去と関係があるはずがない。そこに遡る術はなく、ただの虚無しか残っていないのだから。そうか、あなたも似たような経験があるのか。それならその記憶の中の誰かと私が同一人物でないことも分かっているはずだ。遠い昔、私にもあなたと同じようにかけがえのない仲間がいたんだ。共に旅に出て、正しい時期に正しい選択をしたつもりだったが、それでも正しい結果を得ることはできなかった。だがこの光景は彼らがまだここにいるかのように感じさせてくれる。この宇宙には似て非なる世界が無数にあり、似て非なる人が無数にいる。私も孤独な旅をしてきた。見知らぬ星で旧友と出会い、彼らの姿に自分の過去を重ねたこともある。あなたにとってこのような懐かしさは何を意味する？未練、願望、思い、どれも正しいかもしれないが、いずれも完全な答えではない。それは外的なものではなく、私たち自身から来ているもの。過去のある時点から時を超えてきた感情だ。それは温かくて楽しいものかもしれないし、辛くて悲しいものかもしれない。だが過去を振り返ってみたとき、そこにはいつも小さいながら忘れがたい瞬間と、それらは私たちの人生のまとめであり、その時間における私たちの縮図、そして共に歩んできた道の証でもある。私たちはそこから自分自身を見つめ、そして存在することができる。この物語に登場する人たちは皆、自らの人生の意味を宿す者のために勇敢に運命の道を突き進むんだ。さあ、振り返ることなく行くがいい。開拓進行形を歩む七死人、すでに結末が決まっていたとしても構うことはない。人には必
変えられないことがたくさんある。だがその前に結末に向かうまでにできることもたくさんあるんだ。そして結末はそれによって全く異なる意味合いを見せる。それこそが旅の意味だ。旅で得られる美しいものは今も昔も変わらない。そして私は信じている。私たちが太陽の下で再会するまで、それは虚無の果てで栄えている。